おはようございます。この春、SNS 上盛んに飛び交ったアマビエ、濡れた髪、尖ったくちばしを持つ半人半魚の妖怪である。その絵を写せば感染を免れられるという伝承が江戸時代にあった。今般は厚生労働省のコロナ対策キャラクターにも採用された。明治の初め、アマビエの絵は官憲による取り締まりの対象でした。今とは正反対ですね、と話すのは福井県文書館の永野英俊さん。コレラ予防にご利益があると張り札を打った業者らが愚人を惑わすと警視庁に取り締まられたそうだ。長野さんによると、今よく見るアマビエの絵は1846年の文献に登場する。肥後熊本県の海に現れたという説明がつく。だがそれより古い資料にはアマビコとして描かれていた。紙から紙へ書き写されていく中、末尾一字が誤記されアマビエとなったようです。疫病を予言するアマビエなどの妖怪たちは明治時代にパタリと姿を消す。医学知識の普及が大きいですね、と長野さん。衛生意識が高まると感染よけの絵札は顧みられなくなったらしい。アマビコ、アマビコ、アマビコ、アマビコ。アマビコの表記の多彩さに驚く。添えられた絵には猿もあれば黒マントの人面獣もある。不気味な尖閣を見ていると感染症への本能的な不安は今を生きる私たちも少しも差がないことに気づく。コロナ禍の今、アマビエは内外で引っ張りだこである。百数十年ぶりに各方面から脚光を浴びて内心さぞ驚いていることだろう。感謝の中で過ごさせていただきましょう。いつもご覧いただきありがとうございます。南蛮大仏。